今行ったところからその先ずっと行って降りたらいいんやな。ほほほほほ。で、白蓮寺も途中にあるみたいやし。11時46分。この看板見る限り昼の12時からってなってるな。今日、私タオルも持ってきてますからね。はい、行くな。行こう、行こう。行こう。温泉だ。これはやはり温泉じゃ済まないといけんわ。もはや私何のイベントに来たのか、なんか本題を忘れかけてますけど、こっちから行ったらみたいですね。車は通れないけど、歩きないけどでしょ。よしよし、汗をかいたら温泉です。これは通り抜けできませんね。この先もなかなかですから、これすごいな。うわ、逆に考えたらこれイベントでもなきゃ来てないところですからね。それで設置後ね、これをなかったらいいのかな。あ、さっき見かけたお米屋さんのマークがありますね。やっぱあれがお米屋さんのマークなんだ。温泉、温泉、温泉、温泉。これは雪米国店、雪米国店なんだ。雪さんなのかな。やっぱ地域が変わると名前変わりますもんね。あ、本当だ、雪様ってなってるわ。よかった、ひらがなで書いてくれてます。いい順番で来てます。そう、ゆうきゆえこ、やっぱゆきでよかった、ゆきさんでよかったんですね。なんてしないように漢字が出てきて、表札が出てきて、最後にひらがなで書いてあるお店の名前です。カメラ出てくる、ありがたいですね。空気読んでくれてますね。あ、湯のマークが悪い。湯が私を呼んでます。ほら、湯の文字が出てきました。あ、これはもう、ああ、誘われるように、この湯に向かって私は進んで行くしかありません。本能がもう、お湯、休める、ところをね、求めてますからね。臨時休業だったら、私はその場で熱中症で倒れちゃうかもしれません。ね、いけませんね。これはいけません。さあ、もう、マックデリバリーも走ってますし、いいじゃないですか。設置後西、交差点らしいです。お、ある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 。あるよ、お湯。あ、いいね。設置後の、いや、天然温泉だって。あ、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。よっしゃ。入ってきましょう。よし。よし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 。あ、ここがマックあったんだ。それでデリバリーのやつが回ってきとったんですね。で、お、温泉営業してるみたいですよ。よかった。ただ閉まった。着替え、まあでもそっか、どうせ今ここで着替えても明日の分の着替えなくなるからいいのか。よし、よしよしよし、いい感じで来ましたよ。設置後の湯ってことでね、まあここからね、もうさっきカメラ回ってませんからね、ゆっくり使ってこようと思います。いや、いいとこ見つけた。よし、いい感じです。じゃあちょっとゆっくりさせてもらいましょう。空いてますね。よし、的にはね、多分ジャパーンっていうイラストが流れてね、はい、もう、すぐに、この画面に出ると思いますけど、なんやかんや小1時間ぐらいいたんかな。ゆっくりと浸からせていただきました。いや、あの水風呂が気持ちいい。この季節になるとあれですね、冷たい水も気持ちいいし、体が最初温まってましたからね、冷たい水ザバッとかぶったらめっちゃ気持ちよかったですね。いやー、でね、何が良かったってね、ここね、一応スーパー銭湯みたいな扱いになってますけど、温泉はね、完全に天然温泉です。ですのでね、いい感じでした。結構芯も温まりましたね。そうそうそう、それは本当に良かったですし、
ここはモーニングやってんだ。500円です。500円モーニング、とりあえずあれですね、あれ取っとかなきませんからね。そう、音声の話もね、しとかんときませんね。いや、まあしとったけど、いやー、そうでね、温泉自体もね、良かったですしね。そう、温泉にね、千年温泉だけどね、銭湯って言ったっていうだけあってね、あのね、桶がね、ケロリンのね、桶が置いてあるんですよ。マジでと。いや、久しぶりに見ましたね、あの、ガチケロリンのやつね。これはね、いや、ちょっとテンション上がりましたね。あ、こんなところでケロリン使えるんやって言ってね。そう。あれ良かったですね。あとは、まずね、湯船がね、2階にあるってのも面白かったし、あとあれだ、料金がね、くっそ安い、450円でしたね。で、幼児だったら60円で入れるらしいです。くっそ安いね。450円、天然温泉で450円ですよ。これは安いでしょ。で、私の場合、あのタオルセットね、しましたけど、でも260円、タオルセットが260円で、でね、普通のタオルの方はお買い上げ扱いになるらしいんで、タオルをもらってきました。で、ちょっとね、水軽く払って、今、濡れタオルの状態にしておりましてね、これ首元に巻いてっとこう。これ、明暗思いときましたよ。思い切り、生後の、設置後の湯、なってますけど。いや、これ涼しい。首元巻いとくと、いい。よし。じゃあ、とりあえず。これいいわ。これ効く。めっちゃ涼しい。いい。これでいこう。これめっちゃ涼しい。ありこれありだ。ちょうどあのね、冷ましとったんで、払っとる間に冷たくなりましたから、これなら下に頭なくてもいきますよ。いい旅になりそうです。いやありがたいですね。で、そう、この雪米国さんのところを曲がると、一番行きやすいってなってましたからね。本当だ、こっちの方が全然道はしっかりしてますね。で、もう言うとるうちに多分西園寺鉄道来ますよね。1時に水間鉄道出るんですから、多分ここを、1時15分ぐらいに通過していくのかな。本当はこれに乗るために早起きしたはずやのに、完全に元も子もないことをやらかしてしまいましたけど、まあせっかくですからね。電車来てるな。こっから乗れるんだ。列車の様子見てどうかな、飛んでそうかな。お、捕まえてますね。わー、混んでるな。わ、すごいな。待ってみまです。スーバーの座りたい。鉄道が通ってくと静かですね。いや、そっか、光電池買いとかんと言うとおりにしますもんね。よいしょ。